は町山智広です今日もカリフォルニア州バークレーからアメリカ映画の最新情報をお送りしますえ今日はニコラス・ケージ主演の「ウィッカーマン」という映画についてお話ししますえウィッカーマンはホラー映画なんですけれどもなぜかあの最低映画に送られるラジー賞に5、ね、部門もノミネートされてしまった何ていうか作ってる側の意図してないところでめちゃくちゃ笑える映画です はいあのー、2週間ぶりのご無沙汰でした。<laughs> えっとですね、やっぱちょっときつくてですね、毎週こう更新するのが、それで、まあ、これからちょっと隔週で更新させてもらいます、すいません。はい、ということでですね、えー、まず最初にお手紙から紹介したいと思います。はいえー、大阪の、えー、梅本隆さんからのお手紙です。は、え、じ、ー、めまして、おかげさまで毎回往復4時間の通学時間を楽しく過ごさせていただいております。まあ、これ往復の なんていうか通学時間の時に、ポッドキャストで聞いてるんだと思うんですけれども、往復4時間ってすごい通学時間ですね、で,で、この梅本さんのお手紙は前回あのお話ししたえイギリスのバカ映画、ホットファズについてのまあ感想なんですけれども、ショー・オブ・ザ・デッドも好きだったので、早速、ホットファズ見させてもらいました。見させててもらいましたってあの 僕が作ったわけじゃないんで、あの別に見させてもらったわけじゃないと思うんですけども。しかしこの人大阪に住んでるのにどうやってホットファーズ見たんでしょうね。日本公開決まってなくてですね。DVD もまだアメリカ出てないんですけど。え、まあイギリスから DVD を取り寄せたんだといいんですけれども、まあインターネットとかを使ってあのなんか悪い見方をしてるのは良くないなと思いますが。はい。え、オタクデブ君のごとく、中学以降アクションスプラッターゾンビで育った私は爆笑しっぱなしでした。 あ、これはホットファーズに出てくるね、えー、オタクのデブ君がですね、えー、リーサルウェポンとかですね、えー、バッドボーイスとかそんなものばっかり見てる、あのー、オタクなんですけども、えー、しかも、つぶらいものってああいうことだったんですよ。ねええー、まあそうなんですよ。これはあの、ホットファーズっていうのはラストで突然ですね、東方特撮映画に対するオマージュが出てくるんですけども、あれっていうとんでもない出方なんでね、ちょっとこれは楽しみにしてもらいたいっていう感じで、もうこれは江戸川ライト監督の、えー、マスターピースですよ。ちなみに私のツボだったポイントは、 捨てたショットガンの暴発で敵をやっつけてしまうというところでした。えー、今後とも面白い映画の紹介を心待ちにしております。もし本のプレゼントをいただけるのなら、底抜け合衆国アメリカが最もバカだった4年間をいただけたら幸いです。えー、はい、送りますということでこの梅本隆さんからのお手紙でした。じゃあ今日はこの梅本さんに、えー、底抜け合衆国、えー、お送りいたします。はいはいということで皆さんのメールお待ちしてます。えー、とメールの宛先はですね、友町 T O M O M A C H I ですはいえー、ポッドキャストでメールを読ませていただいた方には、えー、ご希望の、えー、僕の方を、えー、お送りします。と、はい、いうことで、えー、お手紙をお待ちしてます。で今日はですね、はい、あのウィッカーマンという映画についてのお話をしたいんですが、えー、この映画はですねもともと73年にですねイギリスで作られた映画なんですね。 で、これは非常にカルト映画になってまして、日本でも確かですね、90年代に入ってからですね、再上映されたと思うんですけど、それまでは確かテレビとか、あの、ビデオでです、しか見れなかった映画だったんですけれども、えー、劇場で、なんていうかね、もう20年以上経ってから公開されるほどのですね、カルト的な人気のある映画が、ウィッカーマンなんですね。で、ウィッカーマンのウィッカーっていうのはですね、何かっていうとですね、木の枝とかをですね、編んで作ったカゴのことですね、はい、この元の、 オリジナルのイギリス版のウィッカーマンの話をしますと、ですね舞台はですねスコットランドの方にあるちっちゃい、まあ、なんか島なんですね、はいでまあ、文明から隔絶された島でして、そこでなんかあの、えー、女の子の行方不明事件を追って、えー、都会からですね警察官が来るんですよ、はいで、ところがその警察官がその村を調査していると、どうもなんかおかしいんですね、まず村の人たちは服装とかがですねとても現代とは思えない、なんていうかまあ昔の素朴な服装をしておりまして、 でこの女の子たちがです、ね、まあ、なんと村の女の子たちが、まあ、非常にエッチなんですね。<laughs> エッチって、要するに呼ばれをかけたりするわけですよ、この警察官に。でなんかだんだん分かってくるんですけど、どうもこの、えー、村はです、ね、キリスト教以前の宗教、えー、まあ具体的にはです、ね、ドルイド教と言われる宗教をいまだになんとか信じているということが分かってくるんですね。 でこのドルイド教っていうのはどういう宗教かって言いますと、まあ、一番わかりやすいのはハロウィンの祭りですよね。ハロウィンっていうのはまああのお化けの格好をして子供たちがあのお菓子をくれないといたずるするぞってやるわけですけども、あれはもうドルイド教の昔からあったです、ね、祭りがですね、キリスト教と妙な形で合体して現在に残っているものだと言われているんですね。キリスト教っていうのはですね、非常に昔からある宗教のように、まあ、日本人とか思ってしまうんですけども、 ヨーロッパ人の感覚はキリスト教というのはものすごく新しい宗教という意識らしいんですね。で、キリストはですね、そのキリスト教の中でいろんな悪魔というものを想定してますけど、悪魔と言われてるなんとか、人たち、人たちというのは悪魔ですね、<laughs> は、もともとはその土着のキリスト教以前からあった神様たちを悪魔というふうに呼んだんですね、つまり、まあ要するに野蛮な、まあ、ものを信じてるから、そ,のそれは要するに野蛮だよ。 あんたたちとね、それは悪魔なんだよと。で、私がそのキリスト教っていう非常に新しい、なんとか、ちょっとおしゃれな、なんというかですね、野蛮じゃない宗教教を教えてやろうみたいなことで、どん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 こうヨーロッパとかですね、に広がっていったっていうのはキリスト教なんですね。有名な話であの、ベルゼバブ、悪魔がいますけど、キリスト教の中で悪魔とされてますね。あの、ハエの形をしてるのかな悪魔じゃなくて、もともとはその、伝染病とかをですね、あの、媒介するですね、ハエのことを神様扱いしてた、 時代があったらしいんですね。つまり、要するに、昔の人はですね、えー、悪魔と神っていう区別の仕方がすごくはっきりしてなくてですね、怖いこととか嫌なことはみんな神様のような悪魔のようなものが起こしてるというふうに考えるんですよ。例えば、だから病気っていうのは、その、なんかある、 超自然的な力があってそれがその人を病気にするんだとでその場合、それは悪魔か神かわからないけれども、とりあえず拝んでおくというような感じなんですね。その悪と、要するに善というものがは,はっきりと分かれてないんですよ。昔の人の宗教っていうのは。で、ところがそこにキリスト教がやってきましてですね、神は一つしかいないんだと。あんたたちが拝んでる、その、なんていうか、ベルゼバブっていうのは、 化け物なんだと、悪魔なんだと、いうようなことを言って、その、えぇ、ー、もともとその、ヨーロッパ全体にあった、その、なんていうか、土着の素朴な宗教をですね、全部邪教、悪魔の教えとして、えー、なんていうか、まあ、 阻害していくというか、ですね外へ押しのけていって、そのキリスト教が入っていったんですね、でキリスト教というのはある程度そのなんとか体系化されてますので、結構論理的だったりするわけですよ、その当時の人からすると、でちょっと,なんとか、えー、未来的といいますか、ですね、えー、巨大な世界観があるんですね、土着の宗教というのは巨大な世界観がなくて、ですね行き当たりばったりだったり、ですね何、えー、とか迷信臭いんで、まあ、キリスト教は迷信は迷信なのに、その非常に世界観がはっきりと構築されていてです、ね、スケールがでかいんですよ。 で、要するに村の、なんとかね、お祭りみたいなのとはもっとスケールが違うものだったんで、宇宙観とかがありますから、それでまあ、だん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 そっちの方、キリスト教の方が強くなっていって、土着の宗教っていうのはどんどん教えられてたんですけども、ただそれは残ってるんですね、いろんなところで。で、一番有名な残ってたものっていうのは魔女信仰ですね。で、魔女信仰っていうのは、要するにヨーロッパではですね、土着の、なんていうか医学として残ってたんですね。 つまりあの、なんていうか、薬をですね、カエルとかを煎じてですね、カエルとかムカデとかを煎じて薬にするっていうのが魔女のイメージですけども、あれは昔からあったなんとかね、土着の医療なんですね。その、まあ、迷信とか、あの、実際の漢方とかが混じり合ってるんですよ。よくあの、中国が漢方薬が、まあ、有名ですけれども、漢方っていう考え方は実はあの、ヨーロッパにもともとあったんですけれども、そういった形であの、あまりにも土着のですね、変な迷信と結びついていたので、キリスト教によって、その、押しのけられちゃった。 だからで、そういうことをやり続けている人たちを魔女って呼んでたんですけれども、ただ、実際にその病気になると、その村外れに住んでるおばあさんのところに行って、なんとか、薬をもらうみたいなことは続いてたんですね、中世でも、でそれは要するに教会の力が及ばない森の中に、そのおばあさんとかが住んでいてです、ねで、昔ながらのキリスト教以前からの、えー、薬の作り方とかをです、ね、ずっとまあ代々伝わっているものをその与えると、ただ、彼女はその魔女と思われていると。 いうようなことがあったんですよ。で、ま、あの、キリスト教の及ぶところは教会がある村のあたりで、その教会の村からちょっと外れて森の中に入ると、ヨーロッパの昔のキリスト教以前の、まだ宗教とかそういったものが雰囲気が残ってると。そういったあの、反キリスト的な、えー、というか、全キリスト的なものを復活させたのが、その、グリムドーアだったりするんですね。昔から伝わっていることをですね、聞いてって、その、キリストよりも前からあるような、その、ちょっとキリストの教会で教えられないような話を掘り、 起こしていいくという作業だったんですけども、まあ、それがですすけれどもそがね英語ではペイガンと言われているんですね、その非キリスト教、異教っていう,いうものなんですけど、邪教とか、ですねそれがペイガンなんですけども、もドルイドっていうのはまさにそのケルト民族と言われているです、ねえーまあ、イギリス人っていうののもともといた人たちですね、ケルト人っていうのは。 もともとでもないんですけども、えー、ケルト人ではもともとヨーロッパに住んでて、イギリスに移ったんですね。彼らはですね、えー、ケルト文化を作りまして、ですねゲール文化とも言うんですけども、えー、その後ですね、ところがアングロサクソンって言われてる現在のイギリス人たちがですね、ゲルマン系なんですね、ドイツ系なんですけども、彼らがそのロンドンの辺りに入り込みまして、でケルト人たちをその南と北に押し合っていったんですね。南に押し合われたケルト人っていうのは、えー、ウェールズの方に残ってですねで、北に押し合われたケルト人っていうのは、スコットランドや アイルランドの方に行ったんですけれども、えー、それでまあケルト人が信仰してたドルイド教というところが残っているのがそのウィッカーマンの島なんですね、話が長いですけど、こういう説明をしないとなぜそのドルイド教なのかわからないと思いますので,で、そこに行方不明になった女の子をです、ねえー、と探しに来た警察官というのがいまして、その彼はものすごく熱心なです、ね、とか真面目なキリスト教徒なんですよ、でどうもこの村に残っているその邪教はもう非常に怪しいと。 で、どうして彼らはキリスト教を信仰しないんだってことでですね、イライラしてくるわけですね。で、まあ、あの、女の子とかがですね、呼ばえかけてきてもね、なんだって押しのけちゃうんですね。あの、真面目でね、バカじゃないかと思いますけど、<laughs> やっちゃえばいいのにと思いますけど、で、要するにこの村は乱れてると。非常にその、神に呪われた村だみたいなことを言い始めるんですね。 で、まあ実はそれは非常におおらかな、その、キリスト教のモラルに縛られる前の素朴なヨーロッパの雰囲気が残ってるいい村だと思うんですけども、はい。<laughs> それでもですね、まああの、調査をしていくうちにその女の子がですね、行方不明になってるのはどうも生贄にに捧げられたらしいと。いけにって儀式がまだ残ってるんだと、ここは。というようなことをですね、えー、だんだん分かってきてで、村全体をですね、敵に回してですね、えー、この警察官が戦い始めるという話がウィッカーマンなんですね。 でもね、この最後にね、わかる真相っていうのはですね、あっと驚く真相でですね、これはちょっとお話しできないんですけれども、ウィッカーマンっていう言葉の意味だけですね、ちょっと説明しておきますと、これは実際に巨大なで、噛まれた、木の枝で編まれた巨大な、なんていうか、あの、えー、人間の形があるんですね。で、その中に生贄を入れて、下に火をつけて焼くんですよで。その生贄にするための、 なんていうか、まあ、儀式の道具がウィッカーマンなんですけれども、でこのウィッカーマンというのは、火炙りにするわけですけれども、いにを、これは実際にはキリスト教徒が、えー、魔女と呼ばれてた女の人たちとか、キリスト教以外の え宗教を信じてた、例えばユダヤ人とかをですねえ火炙りにしていたってことの裏返しなんですね、これは有名な宗教裁判というのはスペインでやってましたけれども、例えばイタリアだとガリレオ・ガリレーなんかもそうだったんですけれども、要するになんか聖書に反したことを言うと拷問されてしまうと、ひどいときは火で焼かれてしまうと、要するに魔女裁判というのがありましたけど、ヨーロッパだけじゃなくて、アメリカでもありましたが、あれは火炙りじゃなくて首吊りなんですけれども。 まあそういったあの火炙りということをですね異教徒に対してキリスト教徒がずっとやってきたんで、この映画では逆にですねその異教徒がですねえキリスト教徒を火炙りにするというですね非常にそのキリスト教徒に対する皮肉の映画なんですよ、ウッカーマンっていうのは。 で、それをですね、今度、えー、アメリカでなぜかリメイクすることになりまして、なんでこんなもんリメイクするんだろうと。で、これをですね、あの、アメリカでやるとなると、どういう話になるのかなと思って、その、まあ、興味があってですね。で、一つ面白かったのはですね、えー、監督がですね、え、ニール・ラビュートって人がですね、 監督だと。で、この監督はですね、あの、日本だとベティ・サイズモアって映画を撮ったことで、まあ、有名なんですけれども、ベティ・サイズモアっていうのは、あの、レニー・ゼルウィガーっていう、あの、ブサイクな、あの <laughs>、女優さんがいますけれども、演技は上手いんですけどね、あの、顔がへちゃむくれなんですけれども、<laughs> ゼルウィガーがですね、大女優になったのが、このベティ・サイズモアで評価されたからなんですね。 このベティサイズもど田舎のですね、なんかあの中西部のまあもうどうしようもないですね、ホワイトトラッシュの女の人がいまして、あのコーヒーショップのウェイトレスとして働いててですね、時給500円ぐらいで働いてるみたいな世界なんですね。それがあの、レニーゼルイガでぴったりなんですね、この田舎臭いブサイクな、あの可哀想なあの <laughs>、女の人なんで。で、働いててですね、その旦那はひどい男でですね、まあ浮気したりですね、奥さん奥さんと思ってなくてですね、まあひどい男尊女卑の田舎町なんですけども、 で、ただ彼女はもう、その厳しい現実を忘れるためにですね、ジェネラルホスピタルっていうあの、昼メロがあるんですよ。アメリカでずっと何十年も続いてる。その、昼、えー、メロの世界に浸って、そこに逃避してるんですね。そのベティさんは。はい。あの、レニーゼルヒーのベティさんはですね。で、逃避してたらですね、その旦那が悪いことしてですね、殺し屋に殺されちゃうんですよ。で、殺し屋はなんとですね、あの、あの、名優モーガン・フリーマンなんですけど、<laughs> すごいなと思いましたけど、で、その、 たまたまその旦那を殺される現場を目撃するんですが、その殺され方がものすごくてですね、頭の皮を剥がれて血,血がビュービューってて、すごい死に方するんですね、旦那が。で、目の前であまりにもその旦那がものすごい惨殺のされ方をしたんで、ベティさん頭おかしくなりまして、発狂しちゃうんですね。完全に発狂して、好きだったヒルメロが現実だと思い始めるんですよ。で、ヒルメロの、そのなんとかまあ、 ハンサムなお医者さんがいるんですけども、もそのお医者さんが私を求めてるんだと、で私は看護婦なんだと、で彼と結ばれる運命にあるんだっていうふうに思い込んじゃうんですね、発狂して、でストーカーになってですねハリウッドに行って、そのお医者さんに会いに行こうとするんですよ、ところがそのさっきの殺し屋のモーガン・フリーマンたちはです、ね、でそのベティさんにあの殺人の現場を目撃されたから、そのベティさんを殺さなきゃならないんですね、それで追っかけるんですよ。 っていうコメディなんですね <laughs>。話を聞いてると、まず、ベティさん頭完全に狂ってますし、え、旦那が殺されるシーンはものすごいスプラッターで演出されてるんで、コメディに聞こえないんですけど、完全なコメディとして作られてて、大爆笑映画なんですよ。で、その、ハリウッドに行きまして、その、え、昼メロのえ主役の旦那さんのところに、その、ベティさん行きまして、あなた私と結婚する運命よねとか言うんですよ。で、私たち本当に、あの、看護婦とお医者さんよねとか言うんですよ。 ところがですね、あまりにも狂ってるんで、狂ってるってことがわからないんですね、ハリウッドの人たちは。で、あ、この人は結構面白い人だね、っていう感じになるんですよ。やっぱハリウッドっていうのはめちゃくちゃな人がいっぱいいるんで、この程度ではキチ違いだっていうふうに気づかれないでですね、この人はなんか演技をしてるんだろうと。この人はなんかこう、シナリオライターとしての才能があって、俳優としての才能があるんだろうみたいに、勝手に思い込んじゃうんですよ、ハリウッド側は。で、彼女はどん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 その、ハリウッドの中でですね、本当に認められてしまってですね、 本本当ににスターでで脚本家になっていくんですよこの辺怖いなぁと思うのは実際に多分ハリウッドでですね実際に俳優になったりですね脚本家になったりしている人の中にも実際は気が狂った人がいるんじゃないかなってところもちょっと思わせるんですね、そういう非常にその皮肉なブラックなですねでなおかつラストが本当にほのぼのとハッピーエンドで終わるんですね。 そういうい非常に奇妙なですねこのベティ・サイズもあった映画を撮ったのがニール・ラビュートって監督なんですけども、もこの人は本当に、ね、きっかけの映画ばっかり撮ってる人で、ですねこの人が最初に撮った映画は、ですねイン・ダ・カンパニー・オブ・メンていう映画なんですね、それは男たちのなんとか会社で、ってカンパニーでっていう意味と、男たちの仲間同士でっていう両方の意味が。 込められているタイトルなんですけどもこのインダーカンパニー・オブ・メンというひどい映画でですね主人公はですね会社の共同経営者の2人の男なんですけどもこの2人がですねまあなるべくひどい、もう鬼畜なことをして遊ぼうよみたいなことを言い始めましてあの非常にその美しい、ね老話のまあ要するに口が利けない女の子はですねその会社に入社試験を受けに来るんですね。 で、その女の子を採用してですね、二人でもってもうすごくですね、えー、なんていうか優しくするんですよ。で、その女の子はですね、私は、要するにまあ、ハンディキャップがあるのに、この人たちはこんなに私のことを評価してくれて、優しくしてくれてって言ってですね、えー、その男たちに、まああの、なんていうか恋心を抱くんですけども、実はそれがゲームでですね、えー、実はこの男たちは最後にその女の子を捨てて、 笑い物にしようとしているというひどい映画でしてね。まあ、これは要するにまあ実際にそういう物語が過去にありますよね。例えば、危険な関係っていう小説がまあ有名ですけれども、あと、えー、マルキド・サドが書いたですね、悪徳の栄っていうのは、 悪徳のえっていう小説はですね、そうやって誰かに優しくした後に捨てるっていうことで、まあ、サディズムを満足させるっていう話だったんですけども、それを現代の会社でやってですね、今の会社っていうのは、実際はその、えー、男女平等とか言ってても、まあ、経営者は男はほとんどだし、実際は女性差別とか、女性をまあ利用したり、なんていうかまあ、やりたいときやっちゃったりね、そういうひどいことが行われてるんだよってことを告発したような内容なんですけれども、 あまりにもその女の子に対するそのいじめ方がひどいんでこの映画は、え、死者をやった時、死者をやるたんびにですね、え、その見て女の人がですね、怒り狂ってですね、この映画作ったの誰っつって、ぶん殴ってやるとか言って、大変なことになるっていうのがこの、え、ニールラビューとの、え、なんていうか問題性でですね、この人は戯曲をいくつかやってまして、芝居を、 とかニューヨークでやるんですけども、ある芝居でですは、ゲイの人たちがですねえなんてか神の天罰でエイズで死んでいくっていう、まあそれも実際にそこの人、ニール・ラビットがそう思ってるわけじゃなくて、そういうようなギャグとしてやったんですね。そしたらもう、観客がですね怒り狂って、ですねこの芝居を作ったやつをリンチしろみたいなことになったりしたんですね。わざととそういういことばっかり作っ やってる監督はこのニール・ラビュートっていう非常になんていうかね、変わった監督なんですけれども、でこの人自身はですね、僕会った時に話を聞いたんですけれども、えー、モルモン教徒なんですね。で非常にその、まあ、厳しく育てられたモルモン教徒であるというふうに言ってたんですね。ところがですね、この人、モルモン教徒の悪口もやってるんですね、映画の中で。映画っていうか、あの、芝居なんですけれども、ある芝居でですね、その、実際にモルモン教徒の人がですね、 その芸の人を殴り殺したという事件があったんですね、モルモン教っていうのは芸の人をなんとか差別してますので、要するに神に見捨てられた人々というのを持っているので,で、1人の真面目なモルモン教徒がです、ね、芸を見て憎しみで,です、ね、殺すというあの事件が実際になりまして、それを戯曲にしたりしてるんですよ、でこの人、モルモン教徒からもです、ね、とんでもねえな、なこの男って言われてです、ね、なんなんだ、このニール・ラビュートってのは、みんなをイライラさせるために生きてるのか、お前はみたいな、監督はこのニール・ラビュートっていう、非常に変わった監督です。はい でその人がなぜかですね今回、ウィッカーマンっていうそのイギリスのですねなんていうか反キリスト教的な物語をですね映画化することになったんですね。この映画ね、ねプロデューサーはねなんとあのニコラス・ケイジなんですね、この映画の主演でですね主人公の警察官を演じているんですけども、このニコラス・ケイジがですねなぜウィッカーマンをリメイクしようとしたのかと言いますと、要するに全部お金自分で出してるわけですけども、これね、あのラモーンズのですねリーダーのジョニー・ラモーンがですねビデオでウィッカーマンをニコラス・ケイジ見せたらしいんですよ。 で、まあ、ニコラス・ケイジは、この映画面白いって言って、その、リメイク券を自分で買ったんですね、自分の持ってる映画会社で。それで、まあ、ニコラス・ケイジが自分で主演して、えー、今回、ウィッカーマンをリメイクしたわけですけども、だからこの映画ね、一番ラストにですね、ジョニー・ラモーンに捧ぐっていう字幕が出るんですよ。でジョニー・ラモーンってのはあの、ラモーンズのリーダーでですね、すごく嫌なやつでですね、あの右翼でですね、ナチ野郎っていう風にですね、歌の中でも言われてるぐらい嫌われ者だったんですけども、あの、ホラー映画のですね、すっごいマニアでですね、ものすごいコレクション持ってたんですね。 で、まあ、その中のコレクションの一つを、まあ、ニコラス・ケイジに見せた、見せたということなんですけども、で、このアメリカ版、リメイク版、ウィッカーマンなんですけれども、公開された途端にですね、ものすごい不評でですね、その年の、というか、まあ、去年公開されたんですけど、2006年のラジーショー、ゴールデン・ラズベリーショーってあの、ダメ映画とか最低映画に捧げられるショーがありますけども、あれで5部門かなんかにですね、ノミネートされてしまったんですね。 ニコラス・ケイジの最低主演男優賞とかもですね、入ってましたけども、はい。どこはダメなんだろうってことで、このウィッカーマンを見てみたいんですけれども、話は基本的にあの元のウィッカーマンと同じで、警察官がですね、ニコラス・ケイジ扮する警察官が行方不明になった少女を探しに、まあ、離れ小島に行くわけですけども、すると、その離れ小島では、要するに現代とは思えない昔ながらの暮らしをしてまして、なんというか、異教をですね、崇拝していることが分かってくると。 それで、まあ、どうも、生贄に女の子は捧げられてしまったらしいという話なんですけれども、まずこのウィッカーマンが元のウィッカーマンとどう違うかというと、この島には基本的に女の人しか住んでないんですよ。で、みんな美人で、金髪でですね、ちょっとエロいんですね。<laughs> アマゾネスみたいな感じなんですね。女子ヶ島ありましたけど <laughs>、要するに女しか住んでない島なんですね。それ男は少しいるんですけど、もう下男みたいなですね、奴隷みたいな。 なんていうか言葉もちゃんと喋れない男だけなんですよ。人工的にも少なくてほとんど女の人なんですよ。ね。で、男はなんていうか力仕事をするために、まあなんていうか飼われてるペットみたいになってるんですね。家畜みたいなもんなんですよ。これはちょっとなんかね、あの、その道の人は嬉しいですよね。あの、家畜人ヤップじゃないですけど、要するに美女ばっかり、白人の、えー、ブロンドの美女ばっかりの島で、男は家畜。ちょっといいでしょ <laughs> そういう趣味の人はあの、はい。ところがですね、 面白くなるなぁと思うんだけど、面白くならないんですね。どうしてかっていうと、この、え、元のウィッカーマンにあった女がみんなエッチっていうのが全部抜け落ちてるんですよ。その、なんていうか、えぇ、ー、予売のシーンとかないんですね。ニコラス刑事が予売されたりしないんですよ。ふざけんじゃねえバカ野郎っていうね、金返せっていう感じなんですけども。で、その村の中で、ね、女の子がですね、一人がリリー・ソビエスキーっていう女優さんがですね、演じてるんですけど、この子はあの、 キューブリックのアイズワイドシャットでですね、変な親父相手に演奏してたあの、女子中学生だか女子高校生だかの役でですね、もう衝撃的にデビューした女の子ですね。で、まああの、まあ、小ギャルですよね <laughs>。で、まあ、エッチなシーンでですね、みんなびっくりしたんですけども、で、まあ、美少女なんでね、その後も人気出るかと思ったけど、全く出ないまんまですね、この映画ではどうでもいい、なんてうか村の女の役でですね、出てきてですね、うわ、かわいそうだなと思いましたね。で、でもね、ちょっと見たらね、あ、これは、 しょうがねえか。この子売れなかったらしょうがねえなと思ったんですけど、っていうのは、ニコラス・ケイジと並ぶシーンがあるんですけど、ニコラス・ケイジより背が高いんですよ。た <laughs> 多分ね、キューブリックの映画に出た時はまだそこまで背が伸びてなかったんですね。だから美少女に見えたんですけども、今ただの巨大な女なんですね。 ま、あその巨大女が好きな人っていますからね、そういう人にとってはものすごく嬉しいと思うんですけれども、あの、アイズワイドシャットって共演の男優がですね、あの、トム・クルーズだったんですけど、トム・クルーズとツーショットになったら大変なことになっちゃうと思うんですよ。リリーソビエスキーめちゃくちゃソビエスキーってぐらいでソビエ立ってるんですけども、トム・クルーズ多分この女の人のですね、リリーソビエスキーのへそぐらいまでしか頭がないですね。 これはもう、二人で、まあなんていうか、トゥーショットできないですね。なんたってニコラス・ケイジョにでかい女なんですから。はい。ということで、この、ソビエ・タツスキーはちょっとやばいなって感じでですね。で、このウィッカーマンですね、見ててね、あの、なんとなくね、これモルモン教の話じゃないのって思わせるんですね。このニール・ラビュート自身がモルモン教だからわざとそうしたんだと思うんですけれども、要するに女の人がやたら遠くて男は少しなんですよ。ところがモルモン教っていうのは、そうですよね、一夫多妻だから。 1> 男一人に対して女が10人とか20人とかいるわけですね、でモルモン教は今、一夫多妻を辞めたって言われてますけども、それはモルモン教が辞めたって言ってるだけで、ですねモルモン教徒の中で3万人とか10万人とか言われてる規模の人たちは、今も一夫多妻を続けてるんですよ、はい、FBI とかがあの逮捕したりしてるんですけども、も、まあ、もちろん犯罪ですから、一夫多妻の女の子の多くがですね、まあ、14歳とかですね非常に未成年で、ですね50ぐらいの親父に突がされるんでね、これはもう完全に虐待なんですけれども。でまあ あの実際はその女の人たちが奴隷で、モルモン教では、ねえー、男がですねまあ、ご主人様として振る舞っている、非常に男尊女卑の社会がモルモン教の、まあモルモン原理主義と言われている、一夫多妻を守っている人たちの生活なんですけれども、どうもその感じなんですね、このガーマンの島は。ただ、男と女の立場が逆転してて、女のは数が多いんだけれども、あの男は奴隷になっている社会がこのウィッカーマンなんですけれども、まあこれはちょっとニール・ラビューがモルモン教徒だから、多分できた描写だと思うんですけれども。まあ この映画でもそこまで,では別にね、ラジエーションに選ばれるような映画じゃないんですね。ところが後半でその、まあ、要するにまあ、邪教をやってる連中が、邪教をやってる村人が、そのイケンを捧げてるらしいと、いうことが分かってからですね、ニコラス・ケイジは戦い始めるわけですよ。その村人たちと。ね。ところがここでちょっと考えてほしいのは、村人たちはですね、ほとんど女なんですね。<laughs> それ相手にニコラス・ケイジが戦うって、どういうことこれがね、文字通り戦うんですよ。 女ボボコボコに殴ったり蹴ったたりり蹴すするんですね <laughs> いいのかわい,いとか思いますけど、さっきのリリー・ソビエスキーなんかですね、ニコラス・ケイジと大格闘を演じてですね、最後ニコラス・ケイジが飛び蹴りをかましてですね、リリー・ソビエスキーを壁に叩きつけるという、すごいシーンがありまして、それ叩きつけられた、あの、ソビエスキーの方はですね、背骨かなんかを強打して即死しちゃうんですけれども、いいのこれ <laughs> 男が女を蹴り殺すっていうのが、正義の味方がその悪人を殺すように演出されてるけど、これでいいのっていう見た方、困っちゃうんですけども。で、まあ、あの、いけの儀式が始まるわけですよ。生贄の儀式で動物の格好をしたりしてるんですね。その村祭りになってますから、あの、村人たちが、あの、なんていうか、ヤギのお面をかぶったり、ウサギの格好をしてたりするんですけども、その中にその、まあ、ニコラス・ケイジは紛れ込むわけですね。まあ、具体的には熊のぬいぐるみを着て紛れ込むんですよ。はい。 で、途中でですね、お前らやめろって言ってですね、祭りの最中に、こんなまあ、いけねえなんてひどい儀式をやるんじゃねえとか言って怒ってですね、大暴れしてですね、えー、女たちを殴ったり蹴ったりするんですけども、えー、その時ですね、その可愛い熊のぬいぐるみを着たままなんですよ。えー、ニコラス・ケイジが可愛い熊のぬいぐるみの格好で、えー、女たちを殴ったり蹴ったりするんですよ。これギャグなのか一体どういう気持ちでこのシーンを見ればいいのか もう全く分からなくてですね。見るが非常に困ってしまうわけですけれども。はい。で、ニクラス・ケイジがですね、は、すごい演技になってくるわけですね。この辺からですね。で、まあ、あの、いけににされ、そうになったあの、女の子を助けて逃げるんですけれどもね。それでさ、来いって逃げるんだとか言うんですけども、そし女の子がパッパッパッと逃げるんですよ。もちろん、逃げろって言われたから走って逃げるわけですね。ところがニクラス・ケージですね、すぐについていけなくて、ちょっと待ってくれ早すぎるって言うんですよ。 <laughs> この少女って小学生ですよ。小学生が走って逃げてるんですよ。ニコラス・ケイジ追いつけなくてですね。待ってーって言うんですよ。一応ヒーローですよ、この人。警察官ですよ。どういうキャラクター設定なのか。小学生の女の子が走るのについていけないヒーロー、警察官、ニコラス・ケイジ。何者だ、お前は。<laughs> この演出も全く謎なんですね。 で、最後の方は、ま、捕まって、ま、いろいろ拷問されたりするんですけども、ま、よくある映画のパターンなんですが、その、拷問されてる間もですね、いちいちニコラス・ケイジのそのリアクションがですね、すごく変なんですね。例えば、蜂を使った拷問されるんですけども、あの、蜂をその、近づけられる時に、蜂やめてやめて蜂やめやめ蜂やめやめとか言ってるんですよ。で、こう、蜂が顔に、こう、わーっと来ると、あ、蜂が今、顔刺したあ、目刺した目、目、目、目,目、俺の目、目、目、目って言うんですよ。口に出して説明するなよ ねえ。その後も延々と説明するんですよ。あ,あ、痛い痛い痛いとかね。やめてやめてやめてとかずっと言ってんですね、ニコラスケイジが。<laughs> これはなんていうかですね、ダチョウクラブとかですね、あの、たけしの番組でウルトラクイズとかで、あの、拷問される、なんてか売れない芸人のリアクションですよ、これは。 でもニコラス・ケージ本当にアカデミー主演男優賞取ったのかお前はっていうですね。そんなリアクションねえだろうというですね。これがウィッカーマンっていう映画の正体でした。はい。笑うんですけどね。笑っていいのかどうかというですね。まあ非常に困った映画で。まあとにかくニコラス・ケージもうバカ役者への道マシグラという映画がウィッカーマンでした。はい。ではまた2週間後に会いましょう。ああ、88! やめてやめて